私は名前が変わっておりますが、佐藤より子です。はいはい、旧姓なんですけど、ギリから青春メモリーで、はい、これで私はそう、はい、マーガレットでデビューしたんですけど、はい、いや、いいですね。これが2作目かな、紙面に載ったの、うん、でもこの後10人コンペでなんか1回か2回落ちて、はいはい、あ、もう嫌だと思って別売れに行ったんですけどこれはちょっとなかったことになってるんです。10人コンペって何ですか？あ、なんかこの毎月あの新人って出るじゃないですか、うんうんうん、新人デビュー、その新人を集めてザ・マーガレットに乗るための2枠を10人で争うっていう。あ、そんなになってたんだ。多分ネームコンペだったと思うんですけど、うそうそう、それで2回ぐらい落ちて、あ、もう壁が厚すぎると思って、うん、ザ・マーガレットってさ、ちなみにまだあるの？うん、ザみたいな、電話帳みたいな、そう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 、ブーケみたいなやつ、ね、ザなのか分かんないですけど、うん、増刊もあると思いますけどね。増刊号がジュリアーの表紙でね。あ、そうなんですか。覚えてんな。覚えてる覚えてる。だから俺もそのなんだろうな、こう一回高校生になって、高校1年の時俺一作も漫画描かなかったんだよ、うん、忙しくて。で2年になってまた描き始めてやった時に、一回ザ・マーガレット載った漫画がなんかアンケート1位かなんか取ったんだよ俺。お、うん、それで多分あの本誌に呼ばれて、本誌の方に書いたのかな。そうそう、 まずザで1位か2位通って、本誌の読み切り1枠に乗るって感じですね。でその後なんだっけ、デラマで僕はまた関東1回書いたんだけど、うんうん、そうだけど結局その頃にもう俺あの青年誌行きたいっていう感じになってきちゃったんで、うん、なんかね、こうさあこれから本誌で北川賞を売り出すぞっていう雰囲気に編集部がなってたのに、うん、そこで俺が抜けちゃったから結構ねすごい不義理してんのよ。多分終焉じゃないですか、主演者なの、うんうん、そうそうそう、ならば、うん、まあまあそう、だってだから俺はその最初その、まあ、あの上条先生のところでアシスタントしてた時に、うん、まあまあ、アシスタントって言っても本当に遊びに行って手伝いしただけなんだけど、うんうん、まあそこの担当さんに、遠いの時、ね、仁義、まあ、あ、仁義の時ね、そう、はいはい、そこの担当さんになんか、はい、あの、まあ、君ちょっとサンデーにおいでよみたいな感じに言われて、うんうん、で俺もちょっともう角谷拓先生のなんかこう登場で少女漫画がつらかったので、うん、いや行きたい行きたいって思ってて、でしたら、まあ、まあ別までちょっと、まあ、割といい成績だったんで、まあその辺の話をしたら、なんか君はじゃあサンデーじゃなくてヤングジャンプ紹介するからって主演者が言ってきて、それでなんかあのほとんど読んでなかったんだけどヤングジャンプになんか行ったっていうなんか流れになっちゃった。だから自分じゃなくて周りがそういう感じでお膳立てしてくれたわけなのね。はあ、だってあの頃マッドブルなんとかとかの時代でしょ。そう、めちゃめちゃ男臭い雑誌だったじゃん。めちゃくちゃ男だよ。でも 逆にその中に俺が入ったから目立ったんだよね、うん、これは目立つよ、ね、だから良かったんだよ今考えると、その選択は、うんうんうん、すごいちょっとサンデーの人にも不利しちゃったんだけど、いい、そのサンデーの その上条先生 の、まあ、担当さんだった大島さんって方がその後スピリッツが創刊するってスピリッツ行ったんだよね。あ、でその北川スピリッツで書かないって言われてたわけよ。だけどネームを持ってっても全然通んなくて、なんか当時スピリッツはベテランで固めててあんまり新人はいらないっていう雰囲気だったんだよ、うん、だから、いや、取んねえなと思ってそのネームをヤングジャンプにパッと渡したら一発で取っちゃったんだよ、うん、じゃあもしかしたら久保の内じゃなくて君だったかもしれない、スピリッツに来て、でまあ可能性としてはあるよね、晴れてたかもしれない、いえ、そうなんだ、うん、そういう流れでなんかね、あれよあれよという間にヤングジャンプでなんか連載することになってしまう、うん、へえ、なんで別間を選んだの最初に。だからそれは漫画スクールがあったから。さあ、漫画スクールの話しますか。もうですか。からお願いします、うん、じゃあ漫画スクールの話、ね、はい、別冊マーガレットの、はい、まあ、何がすごいかって言ったら、はいはいはい、その別冊マーガレットに、うん、漫画スクールっていうのがね、一番最初にこう出てきたんだよね、うん、そ、毎月公募して作品を、うん、その中から優秀作品を掲載して批評するみたいな、うん、そういうこう、なんだろうな、こうあのボキャテンみたいな感じのテレビで、それがこう雑誌にあったわけですよ、うん、少年漫画ってそういうのなくてさ、うん、例えばこうなんだろう、年に2回公募みたいのがあったけど、その別間がすごかったのは、まあ、その送った原稿をねちゃんと返却するっていうシステムがあった。おお、大事だね。そう、うん、昔って全然返却してくれなかったんだよ。なかったなかった。そう、うん、だから例えば手塚先生がやってたコムとかもさ、グラコンってすごいなんか有名なこう新人公募があったけど、うん、あれってさ、あんな力作送ってもさ原稿返してくれなかった。いやーきついね。そしてやっぱりさ応募したくないじゃん。そうだね、こんなに頑張って書いたのに原稿返却されないから、うん、で別間って返却システムがあったわけ、うん、でなおかつ応募した原稿は全部ちゃんと批評用紙っていうのをくれて、うん、なおかつ名前は絶対その掲載してくれるっていう、うんうんうん、そういうシステムがあって、うん、それに惹かれたんだよね、うん、であのまあ、僕と同じ男性少女漫画家やってたその、まあ、
阿部豊さん、阿部さんね、あの辺とかもみんな同じなの、うん、だから要するに別のは漫画スクールがすごい充実してたから、うん、とりあえず送ってみようかって言って送ったっていう、だから別のは結構本当歴史があるんですけど、寺澤武一先生とかもね別漫投稿したりしてた。それは信じられないね、コブラの前に、コブラの前ってことは手塚プロにいながら投稿してた可能性があるということ。うん、で一回ねリボンでね賞取ってんのを見たことあるんだよ、寺澤武一先生。寺澤さん、だから少女漫画しかしぼだったり、あってくれ、萩尾さん、ね、やっぱり水木ひかる先生が当時活躍してたから、やっぱり綺麗な絵でちょっと面白いことやりたかったら少女漫画の方がいけるかもって思ったんじゃないかな。まあ、確かにその当時の少女漫画のレベルの高さっていうのがあって、あったし、あとなんか男は男なりの少女漫画を描けばいいっていうニュアンスが水木先生が活躍した頃はあったんだよ。だけどやっぱり俺が別間に行ってやっぱり 4,5 年ぐらい経ってから、やっぱりもう男が少女漫画を描き続けるのは難しいよねっていう雰囲気が全体的に、まあ少女のリアルな日常っていうのに行くわけだからね、物語じゃなくてね。だから要するにその、陸奥英子先生みたいな乙女チック漫画だったら多分オタクの男の子とかでもさ、あんな雰囲気の漫画ってなんか真似して描けるんだけど、まあ妄想系、妄想系だから、つむいたくみたいになっちゃうと、ああいうのはやっぱリアルな女子じゃないと描けないんだよ。でそっちが主流になってきちゃうと、やっぱり男は無理だよね。そうね、俺そのさ、関係ないかもしれないけどさ、その陸奥英子さんのさ、その妄想の超美少女っていうものが、明らかに足立みずるに繋がってるよね。だからみゆきとか日当たり旅行とかに出てくる女の子の寡黙な感じ、余計なこと言わない感じっていうのと、清楚な完成された聖女だよね。あれもだからさ、一種の理想じゃん。理想、だからその流れだよね、明らかに。足立さんも足立ワールドの少女漫画から、足立ワールドの人物。そうね、だって足立先生が今現在でも、女の子が下駄箱パカッと開けたらラブレターダシャシャッと押してきますみたいなことやったって全然違和感ないもん。まあ足立ワールドですからね。足立ワールドの住人だから全然いいの。メールとか LINE とかないもん。ちょっと失礼なこと言いました。すいません。いや、もうそれくらい完成された世界だよね。そう。だから陸奥先生の世界も当時はもう完成された乙女チックの世界だったんだよね。なるほどね。あれはオタクも喜んだし、全然その男に危害を加えない女の子じゃん。彼にこうセーター、彼ちゃまにセーター編んであげる。彼ちゃまなんだよ。だからこうなんていうのかな、こう生々しさが全くないんだよね。あ、そうだね。だからオタクの男の子も、わあ女の子なんて可愛いんだろうって言って読めたんだけど、岡崎京子さんが出てきたあたりから、うわ、もうちょっとこの女やべえかもみたいになってきて、男がみんな離れちゃった。高野文子さんとか、リアルな女の子みんな出しちゃって。高野さんもでかいよね。でね、その少女漫画の漫画スクールっていうのを、その当時その小永井さんっていう編集長が作ったの。はいはいはい、で小永井さんはなんかそのコムをなんか参考にして、なんかその漫画スクールを作ったって言ってるんだけど、俺調べたらさ、小永井さんの別間の方が先なんだよね、コムより。あ、そうなんだ。だから多分小永井さん本書いてるけど、多分これ勘違いしてると思う。はい、はい、あ、そうなんだ。コムより別間の方が先なんだわ、漫画スクール。うん、で、なんか最初はそのなんていうか漫画スクールみたいなのを作って、とにかくね、新人が足りなかったの、書き手が。だからなんとか一般の人たちからこう新人をこう、まあ、なんていうのかな、こう、まあ、書き手を探してたんだけど、まあそんなにうまくいくはずないだろうってみんな思ってて、結局最初、まあ、小永井さんがこういうの始めるよってやったけど、割と白い目で見られたんだって。だけど割ともうすぐさ、三内杖先生とか多田津陽子先生とかすごい才能バンバン出てきたんで、それちょっと見せてもらって、昔ヤンさんでちょっとだけ紹介したことあるんだけど、ちょっとその、見えるようにして、これに結構その漫画スクールのことはすごい詳しく書いてあるんだけど、もともと集英社の、編集者の方で剛腕っていうか、それで後に白戦車の花と夢を立ち上げる、と言って、そこで、まあ、ガラスの仮面の時に話しましたけどね。で、まあ、当時はやっぱり漫画の描き方の本とかも全然なかったんでね、なかなかこういい新人で、まあ、本当にいなかったんだけど、たまにうまいなっていう人が来ると、なんかその人はどうやらとある先生の指導を受けているっていう話を聞いたの、裏に誰かいると。そう、裏に誰かいると、でその裏に誰かいるって、その裏にいたのが、鈴木光明先生って言って、まあ昔その手塚治虫先生のアシスタントとかもされてて、少女漫画で、まあ一応連載もしたことがある、まあこういうね、まあ絵なんですよ。はい、桃子探偵帳ってこれ昔昭和30年代にリボンでやってたんだけど、いいですね、いい絵、すごい絵が上手で丁寧で、まあこういう作家さんがいて、この人が、まあ、要するに和田真嗣先生とかの指導をしてたらしいんですよ。で、
じゃあこの先生を講師に迎えて漫画スクールをやろうじゃないかって話になって、うんうんうん、72年あたりから鈴木光之先生がその漫画スクールの講師をやり始めたの、ね、でそっからすごい漫画スクールがめちゃめちゃ充実し始めたわけですよ。おお、うん、なんだろうね、小池和夫と双璧っていうか、うん、ね、そういう人がなんかその鈴木先生の後々言ってたんだけど、うん、そのこの人ってやっぱデビューの時にめちゃめちゃ手塚先生にお世話になったんだって。あー、また出てきたよ、どこにもおさむが出てくるな。そうそう、うん、でそれをすごい感謝してて、うん、だから私が少女漫画家を育てようって思ったのはもうその手塚先生がそういうふうに私にしてくれたからだよっていうことを言ってたらしい。うん、ね、その恩返し的な気持ちで今少女漫画の講師をしてるんですよっていうふうに言ってたらしくて、はい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 、でまあとにかくね鈴木先生がやってたわけですよ、うん、でまあなんかね当時の少女漫画の本当に別間の漫画スクールが熱かったの、はいはい、で当時はさコミケもないわけよ、ないね、でなおかつネットもないじゃない、うん、だけどどっかやっぱり すごい新人とかいるよねってみんなこう目を皿のようにしてたんだけど、うんうん、それを知るのが漫画スクールのちっちゃいカットだった、うん、おう、うん、でなんかそれを見てて例えばなんていうの今だったら例えばさもうなんていうのこうデビューする前からすごいなんか人気のある先生とかいらっしゃると思うけど、うん、同人誌とかね、うん、当時は、うん、あのやっぱりその漫画スクールのちっちゃいカットでこの人すごいかもっていう人もやっぱりいたんだよね、うん、でその代表的なのが三原淳先生とかで、すげえな、そうそうそう、うん、三原淳先生は何度も何度も別番に投稿してるんだけど、あの毎回毎回なんか話が難しすぎて全然少女漫画じゃないですっていう風に言われて全然掲載されなかったんだよね、うん、だけど、まあ、毎回載ってるんでやっぱそれだけじゃないなんかすごいものがこの人に絶対あるだろうと思ってみんな注目してて、うん、やっぱ三原さんがバッて出た時にバッてやっぱ大人気になったいきなり、うんうん、それだけやっぱりなんか水戸が注目してたっていう時期があって、まあ個性的だからね、そうそうそう、だから三原淳先生は結局デビューした時に折れたんだよね、もう分かりやすい漫画書かないとデビューしてもらえないって言って、うん、めっちゃ分かりやすい漫画を書いてデビューしたの、うん、だけど結局三原先生の難しさっていうのははみ出し子の終わりぐらいからまた戻っちゃったけどさ、はみ出し子途中本当に難しいそう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 、うん、ああいう漫画をデビューの頃からずっと書いてたんだよ、だけど鈴木光之先生はうまいけどこの人はもうこの人の心の中のハートは波じゃないけどでも少女漫画じゃないからっつってデビューさせなかったの、うんうん、そこはでもまあ賢い選択でもあるよね、その早々に出てって理解されないで潰れるんだったら、うん、一旦分かりやすいもので世の中認知させてあげた方がいいっていう判断だよね、まあそういうのも分かりますね、そうそうそう、うんうん、あとさ俺、はいはい、今回ちょっと変なの見せていいかな、はいはい、あどうぞ、はい、ね、うん、自分がさやっぱりその少女漫画を男なのに描いてたわけでしょ、うん、はいはい、でね、すごいスノゴが気になる投稿者っていうのがいるんですよ、面白すぎるよ、福沢定治さんっていう男の人で、はいはい、これ別間漫画スクール努力賞で、うん、まあ、190回で、うん、まあ、一応載ってるんですけど、うん、この人ね、うん、24回投稿してるって書いてあるの、応募24回って書いてあって、何度も出ちゃうんですね、前回期待賞って書いてあって、うんうんうん、で今まで一番の出来頑張ったねって書いてるんだけど、うん、これ最後に、うん、ただ男の作者が血の通った女の主人公を築けることは難しくジャンルの選択は将来の課題って書いてあるの、でこれ以降投稿しなくなっちゃったんだよ、うん、で俺この人さ名前をめちゃめちゃ探したの、だったらこんないっぱい投稿してていっぱいいるんだいっぱいいるの、うわ、うん、そうで一番古いのが発見したのが74年の9月号だから、これが84年の4月号だから10年投稿してんだよ、すごくない、すごい、うん、でもなんかね期待賞努力賞をずっと行ったり来たりしてて、うん、あとデビュー当時はずっと C クラスで、うん、なんか福沢定治ってひらがなをなんか漢字にしたら期待賞になったんだよで期待賞続くんだけど努力賞になるんだけど、うん、結局なんかもう一回戻る、これでね、この後どうなったんだろうってのすごい気になってて、うん、誰か知ってる人いたら連絡くださいこの後青年誌に行ったのか少年漫画に書いたのか、でも少女漫画しかやりたくないからこれでやめちゃったのかっていうさ、でも10年投稿してて、うん、なんか乗らないって気の毒だよね、だし、まあ、ちょっとじゃあせっかくなんでこの機会に福沢さんを称えましょうか、うん、そうね、頑張った、素晴らしい、だからさ、うん、結局このさ84年っていうのが本当にやっぱり罪に託とか出てきた時代だったんで、はいはい、だからやっぱりこの74年とかの頃は良かったんで、はいはい、和田真嗣さんとか普通にいたし、はいはい、だけどこの頃じゃもうさ罪に託がいるから、はいはい、やっぱり男が少女漫画描いてもダメですよって暗黙に言われてるわけ、うん、でこういうのを見て俺も、うん、あちょっと少女漫画やってくのやべえかもみたいになっちゃったんだよね、同じ気持ちになっちゃったんだね、この人多分俺より10歳ぐらい上だと思うんだけど、うん、
だから今もう還暦過ぎてらっしゃると思うんだけど、うん、どうしてんのかなと思ってねえ幸せでいること願ってます幸せでいるといいな、うんうん、幸せでいるといいな、ね、編集とかね、うん、ね編集者になってめっちゃ嫌なやつになったら面白いけどこんなもんじゃねえとか言って、まあその、うん、漫画スクールのねなんかこう、うん、誰が投稿してたのかとかっていうのをこうめちゃめちゃ見るマニアだったんですよ、うんうん、で、うん、ちょっとこれ見てほしいんだけどこれね、はい、倉持久子先生が初投稿した作品っていうのを見たの、はいはいはい、でこれね、はいペンネームが小津桃子って書いてあるんだけど、はいはい、カットを見て絶対これは黒持さんだろうと思ったのそれ気づくのがすごい、うん、デビュー当時の演技そっくりなん で、うん、でやっぱ本人にちょっとなんかあれしたらやっぱり本人だった本人聞いたんだ聞いたのすごいねで、うん、この小津桃子っていうペンネームは当時お父様が考えたらしくて、うんうん、なんかあのまあ要するに倉持先生がオズモンドの不安だったと、うん、だけど、うん、なんかオズモモコってペンネームにして私いつまでもオズモンドの不安でいられるか分かんないから、うん、やっぱり本名にするって言って、うん、その後普通に倉持久子に書いたらしいです、うん、ああそうなんだ、うん、でもこの初投稿作品で、うん、まだ16歳それにしては大変達者な絵なので感心しました人物の表情動きなどが非常にうまく描けていますやっぱり当時から天才だった、うんうんうんよく見つけたねあと、うん、これ、うん、俺が一番衝撃だったのが、うんうんこれです、うん、ちょっとでめちゃめちゃ拡大しちゃったんですけど、うん、これ119回に、うん、この中にちょっと衝撃の名前があって、はいはい、あのこの C クラスの一番最初に、うん、徳弘正也ってあるんですけど、はい、これ別冊漫画の漫画スクールなんです聞いたことありますあるでしょすごく聞いたことあります多分あの徳弘先生だと思うんだけど、はい、なんと別間に投稿してたというすげえ後にシェイクアップランを描く前に、うん、ジャンプの表紙を飾る男がすごくないですか、はい、すごいね、うん、すごいね、うん、いやよくここに来ようと思ったねあの芸風で、まあ、本当に本当にあの芸風が後にあの芸風になったのかもしれないしね、うんうん、そうね、うん、顎尖ってるのはちょっと似てるところはまあ近いからいや、うん、でももしかしたらやっぱ少女漫画描いてみたかったのかもしれないですねうわ聞いてみたいところありますね、うん、やめてくれって言ってるかもしれないけどでもね俺じゃねえ見てると本当にいろんな人が投稿してて、まあ、まあそうだよね、うん、青木哲夫先生とかなんかいろんなやっぱ少年漫画の方も投稿されてる、うん、見るとペンネームがちょろ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 、うん、そういうのをねなんかチェックしてねなんかこう血せら笑ってる人間なんですよ、ね、ちょ無事に研究成果としてまあ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 もう芸大で教えられるよ少女漫画歴史をもう教えられますよ教授ですよええ、もう一人でニヤニヤしてたただのオタクだったんですけどこういうところで発表できる機会があるので、うん、ちょっと発表してみました、だって漫画少年の投稿の中にさ、うん、篠山騎士にいたとかいたそうそうそう横尾さんとかね一番最初の要するに素人投稿が漫画少年がやった、ね、漫画少年なんだよねそうだからみんなとりあえずあそこに出したっていうそうで漫画少年がなくなっちゃってその後そのグラコンに行ったんだけど、うん、そのグラコンではさ泉谷茂さんが投稿してたんだよああの人も漫画家になりたいってね突然地って漫画がねあそうそうそう書いてましたねつまりさ登竜門新人を大事にするっていうそのやり方っていうのが、うん一つその何ですか結果を出すんだっていうことを、うん、少年ジャンプと別漫画結果を出してるっていうことだよね、うんうん、そうだねそうありますね、はい、今は逆に言うとその漫画の描き方の方が出過ぎちゃってて、うん、その漫画を描くのに何から読んでいいか分かんないよねなんかすごい細分化されてるじゃん今、うん、なんか女の子の可愛い描き方とかパースの取り方みたいななんかね、うん、全部専門的にいっぱいあってさ、うん、なんか俺がもし新人だったらどれ読もうってなっちゃうよね